小豆島にやってきました。見てください、このオリーブの木々、これを見ると小豆島に来たなって気持ちが高まりますよね。でまず瀬戸内海の潮風が気持ちいい季節ですわ。いやー、この瀬戸内海、そしてオリーブを見てると思いますね。お腹が減ったやっぱ旅をするとお腹が減るんですよ。まずはね、ちょっと美味しいものがあるということでレストラン行ってみようかな。東へ西へ道の駅探訪。今回やってきたのは香川県小豆島町の道の駅小豆島オリーブ公園。オリーブということで、エニスさんがまず向かったのはオリーブオイルを楽しめるカフェオリバス。いやー、すごいな。もう瀬戸内海一面見えるんですね。エニスさんがいただいたのはこの店で一番人気だという小豆島産のオリーブオイルをふんだんに使ったチリンドロンライス。ご飯の上にもオリーブオイルをかけて仕上げます。雑穀米、うん、この卵の黄身がちょうどいい舌触りでご飯にまとわりつく感じなんですよ。これが非常にマイルド。ただそのマイルドだけじゃなくて、このオリーブオイルのほんのりとした香り、これがやっぱ立ちますね。これはやっぱりこの小豆島、この土地だからこその美味しさっていうのがあるんですか？そうですね、小豆島産のオリーブオイルは、うん、特に香りがいいので、はい、ぜひ、ね、炒めるのではなく生でお召し上がりいただきたいんです。へー。そんなオリーブオイル、このカフェ近くの土産物店にもずらっと並んでいます。とその土産物店を出たところにあるものを発見。ここで魔法のほうき無料で借りれるんだね。あ、こういう感じでいっぱいあるからこの中から選んで。いいね。でもそれぞれ皆さんいろんなお写真撮って、こういったお写真が僕でも撮れるんでしょう。うわー、ここむちゃくちゃいいやん。すごい、もう何人も撮ってらっしゃる方いるけど、これはそりゃ人気出るわ。この開けた海と奥の方に見える四国山脈、そしてこの風車がなんか日本飛び出してヨーロッパ来たみたい。この道の駅の象徴ともいえるギリシャ風車、最高の景色の中、エニスさんは何度も飛んでくれました。せーのその中でのベストショットがこちら。どうでしょう、飛び立っているように見えますか？エニスさんが次に見つけたのはこれ、あれ、魔女の宅急便のロケセットって書いてあるの、あの建物のこと？こちらのもう建物全体が実写版の映画魔女の宅急便のロケで使われたセットになります。なんでこちらにあるんですか？はい、小豆島が魔女の宅急便のロケ地になっておりまして、うん、はい、オリーブ公園のここから少し行ったところで撮影を実際行っておりました。その後ですね、うん、セットをこちらの方に移築しまして。なるほど。現在店内では本物の花が入ったイヤリングやピアス、ヘアゴムや風車にちなんだ雑貨などが販売されています。訪れた人は店内でも写真撮影を楽しんでいました。エニスさんもこんな写真やこんな写真も可愛く撮れてますね。いや、いい写真撮れたな。いや、本当にね、いいお写真が撮れるスポットいっぱいなんですよ。道の駅って立ち寄るっていうイメージが強いかもしれませんが、こちらの道の駅は本当に
旅行で来る、そんな気持ちになれる場所でした。ぜひ皆さんも来てくだされば Anything OK! いやー、もっと写真撮って帰ろう。